きび団子。きび団子は、餅菓子の一種。岡山市の名家で、かつて、きび国と呼ばれた岡山県の土産として知られる。昔は、きびで大山、夕や食品だったかもしれないが、現在に至る改良製品は、もち米の粉を混ぜて、牛皮を作り、これを成形して、小さく平らな円形、五石形に仕上げる。きびの粉を混ぜて風味付けするが、使わないものもある。 従来からももたろの、きび団子との同一視させる経歴があるが、主原料は、きびではない。安政年間、1856年頃に、広井堂により公案された塔と略述されるが、郷土市野の研究によれば、この菓子穂の設立は後年であり、牛皮式の製品公案も、明治のことだという。きび団子のルーツを、岡山のきびつ神社で、きび団子が振る舞われたり、 境内で、雨が売られていた古事に求める所見も存在する。明治時代においては、菓子製造者が桃太郎のキビ団子と称して、販売促進に利用し、昭和に入り、桃太郎は、キ別神社の主催人キ別彦ヒに由来するとの説が、起こり、女退治を参照。これを受けて、戦後より地域を挙げて、桃太郎との関連をアピールしている。その軌跡は、民族学者、 河原ら子子の研究に詳しい。岡山の名物菓子は、広し栄堂が、安政、1854年から1859年の初めに考案したのというのが、説明として、定文句となっている。しかし、性格を期すならば、広し栄堂の祖先らが合作したものが、先駆けであった。この広し坂堂は、以後、広し坂堂本店と、 広市栄堂武田に分かれて、現在に至っている。郷土市や農家長兵の著書に詳しいが、それによると経緯は次のようなものである。1855年、安政二年を坪年に、岡山城下の町人が吸収して、赤色のかきち風の四角形の和菓子を茶受け用として製造した。うち一人は、岡山市古協町の唐津焼商売のなしろの友、両は、 広市栄堂を創立した武田家の一門、武田半蔵の祖父であった。この書き持ち上の歌詞は、たしなみ用の非売品であったが、無名もいかんかと、主事考えた結果、国章を付して、きびだんこな、きびだんこなと名付けて吹聴したのが、今のきびだんごの起源である。と、ここまでが、明治の風俗史研究家、くれないの家をいろ、くれないの家をいろ、きびだんご公に記されていという。 最初は、知人、親戚に配っていただけだが、本格的な商売にしたところ、城下町で評判となる。武田半蔵、1901年に81歳で、ボッツは、アイカンという店を構えて、目掛けに売らせていた。ここで、少し細長い案をかけた厳しいの団子を売っていたとの、報告もあるが、本当は、そう持ちだろうと、岡長平は否定する。 愛感道の女主人の死後、半蔵の親族である、広市栄道の初代、武田浅次郎が商売を引き継いだ。今日の牛皮製の柔らかい箱詰めの、きび団子になったのは、この武田浅次郎の代の出来事であると、西尾吉太郎団にある。浅次郎自身の著書にも、明治維新以降になってから、四角、短冊形だったものを、小石二個ぐらいの丸型を箱に三十個詰めか五十個詰めに、 するよう改めた、としている。牛皮式の考案については、元、備前岡山藩池田家画廊で、茶人の生き三園祭、生きただし清志が隠居後1869年に、名乗った画廊。1886年没の指導の下、昔から、鬼別神社にあった、鬼火団子に着想して作り出されたという記述も見られる。その後、1885年、明治18年に、 明治天皇が岡山に行行の際、旧岡山藩の者から献上され、大変美味ということで、日本に二つとあらぬ、きび団子、むベ味わいになお、絵師や、禅の一種をたまもの、この漁勢を貸箱にすり込むようになった。きびつ神社のきび団子をヒントにして、備前岡山藩の家老が助言したという談話はすでに、述べた。公案にあたっては、 他にも木滅神社にまつわる食べ物が源流と考える見解があるが、三者三様の様相を見せる。江戸初期に木滅神社の祭礼においての備え物をおなおらいと称して、主演の席で関係者に振る舞った慣例があり、その参拝土産品が吉滅団子に発展したという見解を岡山大学教授であった谷口澄夫などが挙げている。同じく岡山大学教授で、 木別神社宮寺の家系である藤井春は、微中往来 IC 両武士の微中修正時、大前1753年、法暦3年において、木別神社門前町周辺で販売されたと紹介される宮内飴が木び団子のヒントとなったのではないかと述べている。木び団子を全国的に有名にしたのは、山陽鉄道が日清戦争のための輸送になったことが大きく、 関係している。当時山陽線は大本営が置かれた広島島で開通していて、全国の兵士は山陽線を通って広島に集結し宇治港から戦地に向かった。この戦争の動員による人々の移動がお土産を生み出した。戦地に赴く兵士たちが出征する際には、郷土の親戚や知人らが選別を送るが、運よく無事に凱旋した場合には、それらの人々に、 お土産を配ることになったのである。広市堺堂の主人、武田浅次郎は、自ら広島宇治名港へ出かけ、桃太郎の紛争で、日本一のきビ団子の上りを立て彼らを出迎え、積極的な核反作を展開した。武田は、対外戦争に鬼退治というイメージを重ね、帰還してきた兵士たちを桃太郎になぞらえた。 びだ団子は、兵士たちの多くが通過する岡山駅という地の利と、鬼を成敗した桃太郎というイメージ戦略とが、複合することで急成長し、岡山を代表する名物として全国へその名を、馳せるようになった。1897年、明治30年頃までにおいて、12件の、本舗を名乗る、土産店が出現した。水の家、水の家、高なり。 日本一のきび団子を見ると、広市栄堂の原料は、きび、餅、砂糖。三月堂は、餅と砂糖であって、三月堂の方は、きびを使っていないので、かの日本一のきび団子とは別物なりと自称していた。室町時代に広まったとされる、桃太郎の話と、和菓子としてのきび団子には、直接的な関係はないが、岡山が地元を、 桃太郎伝説のふるさととして創出する一環として、現在は、駅販売で双方をリンクさせた宣伝がされ、桃太郎の絵がパッケージに印刷された製品も、店頭に並ぶ。最近の製品は、機微の割合がかなり低く、使用していない商品もある。また、成形もオートメーション化されていることが多い。同じく、岡山県の特産品であるマスカットのシロップを、 包み込んだマスカットキビ団子や白桃のシロップを包み込んだ白桃キビ団子、キビ団子にきな粉をまぶしたきな粉キビ団など数種類のバリエーション商品がある。B&B の漫才の中で広島のもみじまんじゅうとともにネタの一つになっていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。